終了します。ドライブミン配信されてるのがこれ。こちらのターンです。さあ対戦の方が始まっています。まずは、パラリンさんですね。ケイチ中川というカードを使ってますけど、パラリンさん、これはあれですかね、初手カンナを出した後ですね。お、これは珍獣か、今流行りのカンナ型の、今流行りじゃないか、もう一つか二つ世代ぐらい前のカンナ珍獣っぽいですけど、まず最初にカンナで殴りに行かないところがちょっといやらしいですね。あ、散々展開してから攻めるという、まあまあ、そしてまあ先ほどコメント上がってましたけど、相手、ミカサさんっていう人がまあニコ動で、ニュクス動画を上げてるらしいですね、はいはいはい、ということはまあ青ですし、おそらく入っているのではないかと。でもニュクス出てから結構経ってるからね。そうですね、やっぱり新しいカードも入ってると思いますけど、っていうかそもそもタナトスが新しいのでは。タナトス、おーおっと、リザーブ枠ですな。リザーブ枠、あ、それと言うのを忘れてたんですけども、勝った方、勝ったって言いに来てください。正直、顔と名前がまだ全て一致しませんので、勝ったら必ず言いに来る、言い忘れちゃったら負けたことにしようかなっていう感じです。リザーブ枠4つあります。鮭さん、どうですか？リザーブ枠ありますよ。クルスさんも来てるんで、あと2枠はいけます。はい、参加費200万円と、あ、500万円と参加費500万円と記入お願いします。そう、ここに立ったら見えないんだね。さあ、あとは一応リザーブ枠の抽選行います。リザーブ枠に、2名入るということで、不戦勝だって喜んだ人が若干何名かぬか喜びになります。鮭さん、あれ鮭さんのはもらった？あ、鮭さん、はい、と、記入お願いします。はい、こちらのターンです。今対戦しているのが、ミカサさんとパラリンさん、そしてジュンさん、アザラシさん、デゴイチさん、リレンザさん、ノボリさんじゃなくてキルヒアイスさん、レールガンさん、そしてラピーラピさんと KNT さんですね。終了します。対戦の方が進んでいて、この対戦1回戦目の流れの中で唯一の赤パネル J ランカーが、レールガンさんですね。レールガンさんが 1,2,3,4 ラインの後方にいるんで、ちょっと4ライン見てみましょうか。今行ってもいいかな。トリガードライン、4ラインの状態がこういう形になっています。あ、手札のやつと違うな。
お、レールガンさん、ライフ的には攻められている。キルキアイスさんが攻めてますね。はい、あのメシアちゃんの得意のあのリザーブ枠で、はい、情けがかけんぞ。さあ、まず1回戦に飛び出てきたのがスカウトしよう。おっと、これで、レールガンさんは敗者復活戦の方に回ります。はい、キルヒーアイスさん、キルヒーアイスさんの勝利です。テイネテの洗礼受けましたね。こう絶対にジェイランは スムーズに1回戦を突破できないという。はい、対戦のが終わってるんで1ラインに戻ります。それでは、4ライン、4ラインの方に、4ラインの方に、はい、のぼりさんと、しゃけさん、のぼりさん、しゃけさん、前に出てきてじゃんけんしてください。のぼりさん、のぼりさん、はい、しゃけさん、はい、のぼりさんとじゃんけんしてください。あ、のぼりさんここにいます。はい、先行後攻じゃんけんしてください。最初はグー、はい、はい、しゃけさん先行で、のぼりさん後攻で、4番目のラインですね。4番目のラインスタートください。次5ラインが空いたので、5ラインが、シュウさんとユーバーダイさん、もうひらがなになっちゃってる、これひらがなになっちゃってる。ユーバーダイさんと、シュウさんですね。はい、ユーバーダイさんが先行。続いて2ラインの方が、対戦終わりましたね。はい、2ラインの方が勝ったのがジュンさん。敗者復活あるんで、そのままちょっと大会の進行を、楽しんでください。2ラインが終わって次に、たくあんさんとあすみさん、たくあんさんとあすみさん、たくあん師匠はつきません。はい、あすみさん高校で、2番ラインですね。はい、2番ラインで、全部準備が整ってから店内戦をしてください。また1番のラインだけ相手の手札が映るようになってます。やっぱりこの5ラインのね、大会進行が早くてね、追いつかないんですよね、これね。お、ハデスの声がする。お、これは噂のこだわりのニュクスデッキですか。ただライフ的には一緒ですね。おそらくあれですね、キュプノスのホイールが欲しいところですね。それ。ターン終了します。さあ、リザーブ枠があと2つあります。遅れたけど大会出たいっていう方いますか。あと2枠ありますよ。これじゃ2枠あります。出番じゃ。
ウェルさんいましたね。進行的には間に合うと思うけど。こちらのターンです。待ってました。ターンを終了します。はい、あとリザーブ枠1枠です。1枠リザーブ枠1枠ですよ。出る方いませんか。ライ君どうだい。出る出る、よし。はい、リザーブ枠すべて埋まりました。不戦勝だと思った方残念でした。ただあ、勝負が決まりました。これが三笠さんの勝利ですね。はい、それではウェルさんとライ君、はい、登録、受付登録と200円をお支払いください。それと抽選ですね。残り2枠の抽選ですね。そしてそこの残り2枠に、ウェルさんが入ると、どことさんがもうお前マジかよっていうお前マジでさーっていう顔を。めっちゃ睨まれてる。そんなに睨んだりとかしてないよ。そうだね、その方が楽しいね。空気Jラン同士の潰し合いが希望だよ。下打ち下打ち。燃えちゃえ。はい、リザーブ2で、どこぞさんの横になりましたね。完全に空気読めてますね。というところで、あれ、デゴちゃんとこで決まったんだっけ。まだやってんの。やってるから、したら、どこぞさんとウェルさん1ラインですね。じゃんけんの気合が半端じゃないからな。いやー、もうじゃんけんだけで試合勝った気分でいるというね、幸せな人ですね。幸せ大事。こちらのターンです。俺の番か。ということで、こう初の32人超え、2人、初の32フル満員でぐいぐい始まりました。試合の方が、最近ウィクロスを荒らしているアスミさんですね。ウィクロスで楽しんでいるアスミさんと、今日初参加のタクアンさんですね。3番ラインが終わりました。3ラインが終わったので、次に行くのが木下さんと、誠だよさんですね。木下さんと誠だよさん。結果オーライ、結果一緒だったっていう。はい、誠だよさんが先行で、日野下さんが後攻を取りました。さあ、この映像切り替えを使うと大会の進行と、なんだろう、このアナウンスが間に合わないっていうね。試合の流れが分かんないところで急に入ってくるっていう。
ユニットドライブ。さあここでアスミさんのファントムが出てきて、サラマンダーを落とした。ユニットドライブ。ルガさん2000反撃を入れます。さあマーヤが出てきて、これは若干、あ、でもライフ的にはタクアンさんが有利。こちらにターンです。ガンガン行くぜ。任せたぜ。行くよ。さあこのブロックナイトが消えて、オーバーライフブロックアップします。さあ瞳でデーメテルがレベル3ということは、これも不屈がつく。それをどれで受けるのか。お、ファントム切りましたね。さあファントムを切らせて、さあそこからのベルゼがアタック。さあこれはできればブロックをしたくないが、おライフで受けた。さあそこからのライフ7状態からのサラマンダー、これは邪魔くさい。でさらに瞳もアタック。さあこれは絶対にプレイヤーライフでは受けたくない。おっとチュポンを犠牲にしたが、ガシンが入っていたのでデュポンが切られました。さあ残ったのが、マーヤが2体、ライフが2。おっとここで、捨て札回収、ジョーカーを使った。さあこのタクアンさんのデッキだともうレベル3になればどんどん不屈が増えてくるんで、かなり面倒くさい展開となりますね。さあそこから出てきたのがアザゼル。さあアザゼルでトリガーを割りました。のアタックで、レベル2以上が6000焼き、そして消滅。おっと一気に焼け野原になった。おっとこれをプレイヤーで受けた。こちらのターンです。ガンガン行くぜ。さあどうするのか。6000でアタック通りました。そしてさらにサラマンダー。ターンを終了します。さあみんなこう試合を見ながらあーだこうだっていう感じでね。お、5ラインの試合が終わりました。シュウさんが勝利、シュウさんが勝利。その次の試合、ウリーさん対
ユウさんですね。ユウ。これじゃ。え？ユノさん？あ、ユノさん。さらに追加じゃ。ウリさんじゃんけんに負けて苦い顔をしてますね。時計。さあ、こちらの対戦の方が、あすみさんが今殴ってるところですね。ただあすみさんももうライフ1で後がない。おっと、ここで全般ですね。全殴りでいくようです。果たして守りはあるのか。おっと、ユニット展開しないままにエンド。あ、これはライシャを見越して、全部殴ったってことですね。ライシャからのノームからのジャンヌ。これで勝負の決まりました。タクアンさんの勝利です。タクアンさんの勝利になりました。さあ、続いてこちらの方は1ラインの、J ラン対決ですね。切り替わった瞬間に終わりました。それでは、こちら4番ラインですね。4番のライン、こちらもラウンド9。おっと、どこぞさん対ウェルさんが、どっち、ウェルさんが勝っちゃいました。あれですね、今度リアルの関係切った方が。はい、次に1番のラインでユフィさんとクルスさん、2番ラインでニョロさんとウズキさんですね。1番ラインで、ユフィさんとクルスさん。ユフィさん、はい、クルスさん、ここにいます。最初はグーじゃんけんほい。はい、ユフィさん先行です。続いてニョロさん対ウズキさん。はい、シャケさん勝利。シャケさんが勝利。で、うずきさんが先行を取りましたね。そして玉ねぎさんと相崎玲奈さん。玉ねぎさんと相崎玲奈さん。玉ねぎさん、はい、前に出てきて、じゃんけんしてください。最初はグーじゃんけんほい。あいこでほい。あいこじゃない。はい、先行で、はい、玉ねぎさん先行で、相崎玲奈さんが後攻。4番ラインですね。はい、行っといれ。さあ、本日初参戦の、白石ディノスの帝王、誠だよちゃん、誠だよちゃん誠ちゃん、誠くんの試合をちょっと見てみますか。あ、勝負が決まった。ちょうど決まりましたね。はい、勝ったのはどちらでしたか。お、誠くんが勝ちました。誠くんが勝ったので、次、空いた3番ラインに今、お手洗いに行っているダールクさんとアークスさんですね。ダールクさんの帰還をちょっと待ちたいと思います。あ、ただもう組み合わせは変わることがないので、サンゴさんとライさん、サンゴさんとライさん、サンゴさん、サンゴさん、はい、ライさん、はい、ライさんいましたね。はい、じゃんけんしてください。最初はグーじゃんけんほい。先行で、はい、サンゴさんが先行、ライさんが後攻。3番ライン、
さあ見事に1回戦を、勝ち上がった誠さんやりましたね。テネテの大会で J ランで1回戦勝ち抜くなんてヒーローショー。ダルクさんの試合を飛ばしました。はい。さあ今戦っているのがこちらの一番ラインの映像ですね。一番ラインの映像が、クルスさん対、ユフィさん。ユフィさんは場を見る限りこれは青ですよね。青でハンデス系かな。これはこちらの、放送の方が若干止まっていたのかな。さあリスナーの皆さんすいません、若干放送が止まっていたみたいですね、大変申し訳ございません。さあ対戦の方は、こちらの1番ラインクルスさん対、ユフィさんとなっております。やっぱりコードオブジョーカーやっている人であれば一度は憧れるこう J ランカーね、1回でいいから倒したいという感じですよね。テコさん、テコちゃん、ユケこれはもうハンデスですよね。これ使うならハンデスですよね。デッキは間違いないですね。はい、よく初手に食らいますけどね。ラウンド終了します。最近ぼちぼち青が流行ってるっていうね。これは辛い。情けはかけんぞ。やばい。もうハンデス相手だったらもうトリガーゾーンしか安全圏がないですからね。スカウトしよう。これはもうこれはどうするの。もうこれじゃ。いやでもまだワンチャンありますよ。ジョーカー、クルスさんのジョーカーが7枚ドローなんで、こっから。7枚引いてのトップ、7枚ドローがどういう展開を見せるかっていう感じですね。今、捨て札確認の時にテレス2枚見えましたけど。あれレベル3ってことですかね。ヒッキーさんデッキですよ。ヒッキーさんの。あーすごいな。行くよ。あ、行くよって。はい、お互いさらしになりました。こちらのターンです。今回すごい対戦がどこもかしこも長引いてるっていう。ターン終了します。さあこれは逆にチャンスですかね。どうですかね。ここのラインは手札がありでいいんですね。シンクの刃その目に刻む。さあダークマターよりも優秀なアザゼルさんで
トリガーカード2枚割ってからのアタック。さあ、逆にユフィさんはこれはなんすかね、もしかしたら、うん、 1って何でした。あ、ユノさん、はい、ユノさん、バツ。なに、ウリーさんが勝ちましたね。じゃあそこに、ダールクさんとアークスさんですね。アークスさん、アークスさんと、はい、ダールクさん、前でじゃんけんしてください。前に出てきてください。はい、あ、通してください。はい、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 僕はダールクさんじゃないですよ。はい、はい、先行こっちです。5番です。5番ライ。ンさあ、うまい感じでベルゼブブが出てきて、テレスとミーラ君やっつけて、これは展開的にはかなり、逆転した感じにはなるんじゃないですかね。さあ、最後テレス出して、さあユフィーさんはトップドロー、どうか。さあ、これじゃ、やっぱタコ光りますからね、これね。ユニットドライブからのタコ、タコからのタコ、タコからのタコの、あまあそうですね、僕なら行きますね。まずはちょっとトリガーカードが嫌なので、トリガーカード割りたいんで僕は出します。はいはいはい、お、ベルゼを切りましたね。クロックレベル上昇、ターンを終了します。まあテレスさんがいるので、そうですね、これはさあ、クルスさんが、ああ、タコ消えた、マーヤが出たので、タコ消えた。はい、マーヤが出てきてこんにちはっていう感じでね、これ勝負合っちゃうのかな。そうですね、はい、最後はテレスで1点。さあ、勝負の方が決まりました。続いてこちらの2番ラインに行こうかな。2番ライン、あ、結構進んでますよね。ラウンド7まで来ています。それでは、続いてですね、1番ラインが来ましたので、次に2回戦の方進めます。見えないぞ、見えないんだぞ。ミカサさんとジュンさんですね。ミカサさんとジュンさん、ミカサさんとジュンさん、はい、じゃんけんしてください。じゃんけん、ほい、あいこで、ほい、ほい、先行で、はい、ミカサさん先行で1番ラインです。これだ、いくよ。誰眠るがよ。ドライブ、こういったね。こちらのターンです。さあ、こちらの今の、2番ラインの試合状況ですね。ニョラさん対ウズキさん、まあ、ウズキさんはかつてあれですね、強豪の J ランカーを打ち破って一度優勝していますからね。そうですね、
実力的にはほぼ J ラン、ほぼ J、ほぼ J、ほぼ J。ただニョロさんも、ほぼ J に残り AP 確か20ぐらいで SS1 になるっていうお話だったので、はい、で、うん、あれ侍、そうです、ニョロさんは侍です。あーあさあここでせっかく並べた、ユニット、ニシャモンさんによって一掃されてしまう。あーでもライフ6からのビシャモンは有利ですね。これはかなり、でもおそらく相手トキアなので、まあまあ十中八九あれだと思うので、残り4点と考えてもいいと思いますね。4対2っていう感じですね今。ただまあ侍の固定で考えるとあれですよね。あーこれはユニット出せなかったか、進んでしまいました。